1900年のノースコーストリミテッド。ノースコーストリミテッドは、ノーザンパシフィック鉄道が運行した、大陸横断の旅客列車。ノースコーストリミテッドは、ノーザンパシフィック鉄道が、シカゴバーリントンクインシー鉄道、スポケーンポートランドシアトル鉄道と提携して、イリノイ州シカゴから、ワシントン州シアトルオーレゴン州ポートランド間2900年から1970年まで、 運行した大陸横断の代表的な旅客列車。その後、1971年の全米鉄道旅客輸送公社アムトラック発足までの短期間は、バーリントンノーザン鉄道により運行された。シカゴとミネソタ州セントポール間は、シカゴバーリントンクインシー鉄道が、ワシントン州パスコとポートランド間は、スポケーンポートランドシアトル鉄道が運行した。グレート、 ノーザン鉄道のエンパイアビルダー、ミルウォーキー鉄道のオリンピアン早ワさと競争関係にあった。同列車を保管する列車としてメインストリーターがあった。1883年、大陸横断鉄道として最初にシアトルに達したノーザンパシフィック鉄道は1900年よりノースコーストリミテッドの運行を開始した。最初の運行は夏季に限定されていたが、 1902年には毎日運行に拡大された。1909年にはプルマンスタンダード車より新車両を導入し、ポートランド行きを追加した。1911年にはシカゴノースウェスタン鉄道と提携し、セントポールからシカゴ乗り入れを果たしたが、1918年にはシカゴバーリントンドクインシー鉄道経由となり、シカゴの発着がユニオン駅に変化した。 1930年にはさらに床屋や男女別の浴室などを備えた最新の車両に更新した。戦時輸送から開放されたノーザンパシフィック鉄道では1946年に流線型の新車両の導入を決定した。インダストリアルデザイナーのレーモンドローウィによりデザインされたツートングリーンの新車両は1952年から順次導入され女性乗務員が 社内サービスを提供した。1954年には2階建ての展望車を追加し、ビスタドームノースコーストリミテッドとして PR された。1970年、シカゴ・バーリントンクインシー鉄道、グレート・ノーザン鉄道、スポケーン・ポートランドシアトル鉄道との合併により運行は、バーリントン・ノーザン鉄道に引き継がれたが、1971年の 全米鉄道旅客輸送公社、アムトラックの発足により運行停止となった。1971年の全米鉄道旅客輸送公社、アムトラックの発足により、ミルウォーキー鉄道、ノーザンパシフィック鉄道の路線を経由して、週3往復しかごしアトル間にノースコースとハイアワサ、ノースコースとハイアワサが1979年まで運行された。ありがとうございます。